西武松井監督は15日、国内 FA 権を行使した山川穂高内野手について、山川から連絡をもらいました。本人の権利ですから、悩みに悩み抜いたと思うし、そこは尊重してと理解し決断を待つ姿勢を示した。ソフトバンクが4年20億プラス出来高などの大型契約を提示する一方、西武は今季年俸2億7000万円から大幅ダウンでの1年契約を提示している。山川は球団を通じてライオンズに居続けることがファンの皆様、球団の皆様に対する感謝の形、謝罪の形、誠意であるということも考えていますと語っていた。やっぱ金なんやな。ここまで面倒見てもらったのに FA か。福岡でも筒持たせに気をつけろよ。まあ4年20億という金額に目がくらまないわけがないよな。何を言っても結局自分が大事。もう全く残ってほしい気持ちないから、さっさと移籍表明して保証リスト出してくれ。まあこの1年間山川抜きで戦ったようなもんやし、出てってくれというような提示しておいて白々しいな。本音はいらないからほっとしたやろ。本心は厄介者が出て行ってくれて安心してんちゃう。権利を使うのは問題ないやろ。松井の立場から言ったら本人の権利というしかないやろ。西武の単年減額提示はそれでも高すぎたくらい。綺麗こと言うぐらいならライオンズには残りません。移籍しますって言ってくれた方がスッキリする。まだ山川に後ろ髪引かれてる人いるみたいやな。ないやろうけど、この条件でライオンズに残留したら少しは反省したように見える。チームに迷惑かけた自覚があるなら減額で周りから叩かれながらも1年ライオンズで頑張って来年 FA 宣言でよかったんちゃうんか。女性トラブルで言えば巨人の坂本と同じで、しばらくは叩かれるが喉元すぎたら普通にプレイしてる。ホークスに移籍したら来年のベルーナでの試合で西武ファンからのブーイングは避けられないか。西武であと1年やるのか、セリーグに移籍して少し距離を置いた方が良かったんじゃないかな。ソフトバンクが興味を示してるけども、福岡に行ったら博多美人がたくさんいるだろうから本当に気をつけないと。